はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の歴史、ヨーロッパの革命1、イギリス編をお送りします。で、ずっと江戸時代やってきて、ここでね、まあ、ヨーロッパに一回移るんですが、初めて、まあ、パソコンで見てる子限定なんですけど、ちょっと右下にね、今多分リンクのやつが出てるんですよ。で、これ途中でも言うんだけど、ここの勉強していく中でロックって人が出てきます。で、まあ、他にもモンテスキューと、あとはルソーっていう人が出てくるんですけど、その人たちの勉強が関わります、ここで。ぜひそれね、別動画で撮っちゃってるんだよ、中学校3年生用でね、撮っちゃってるので、もしよかったらそっちをちょっとリンクでね、ボタンを押すと飛べるようにしとくので、そっちもぜひ一緒にセットで見て勉強してみてください。で、携帯で見てる子はおそらくリンクが出てないので、概要欄、動画概要欄にね、リンク貼っときますので、もしよかったらね、そっちも一緒に勉強してみてください。ごめん、ちょっとややこしい感じになるんですが、よろしくお願いします。じゃあ今回は1番から8番、問題少なめなんですけどね、まあ、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、まあ、わかんない子はね、今から全部説明するんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速説明の方始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ行きましょう。まあ、ずっと日本の英語やってきたからね、ちょっと急に話変わりますけど、まあ、ヨーロッパ、まずイギリスです。で、17世紀半ばのイギリスではね、ちょっと噛んだね、イギリスでは国王がホニャララ説っていうのを取ってね、もう議会を無視して、もう重い税を課してました。もう相当自分勝手にやってました、この人、国王。で、何説があったかっていうと、これはですね、ちょっとまず書いちゃうね。王権、つまり王様の権利、神授説と、王権神授説というんですけど、これはそのままです。王様の権利は神から授かったものだと。つまり、私がね、こう王様はね、私がやれる権利は全部神のからもらったものだと。そんだけ偉いんだということを言いたいんです。王権神授説。でも議会なんか無視して、もう自分の好き勝手にやってました。で、もちろん不満がたまる。そんなんされてたね。そこで、1642年、ある人物を指導者として内乱を起こします。で、この指導者の名前が、クロムウェルと言います。クロムウェル。で、この人が、まあね、代表になって内乱を起こし、国王軍を破ります。そして、1649年、当時のね、国王を処刑して、議会による共和政治を行うことを宣言しました。これが1個目の革命です。で、俺らの時とまたね、言い方が違うんですよ、これ。で、2個一応書いとくんですが、教科書はこのカタカナになってました。で、ピューリタン革命と言います。カタカナで書くと。で、漢字、俺らこっちで習ったんですけど、多分ね、こっちでも大丈夫です。ワークとか、じゃあね、問題集とかこっちになってるのもあったからね。正教徒革命と言います。正教徒のことをピューリタンっていうので、まあ、ピューリタン革命でもね、正教徒革命でも大丈夫。ただ、みんなの学校の先生がこっちでって指定されたらそっちでやってください。ちょっとうまくね、そこは合わせてみてください。で、まあ、国王。まあ、国王と議会が戦ってる感じね、ずっと。国王と議会。で、まあ、処刑して、議会の方が、まあ、ね、中止になったんだけど、このね、共和政治長く続かないんです。うん。で、結局ですね、まあ、国王によるもう一回専制政治、まあ、国王の政治だね、に戻ってしまいます。で、そのため、ちょっと時が経つんですが、1688年、議会は当時の国王を退けます。いいね。その時国王を退けて、違う国、オランダから新しい国王を迎え入れます。で、この革命のことを、これ漢字、これ一個だけの言い方ね。名誉革命と言います。で、この革命はね、何で有名かっていうと、戦いとか、まあ、血が流れない革命と言います。そういうことが起こらなかった。こっちとかもろに血が流れてるからね。国王を処刑されたり、そういうのがあるんですけど、そう、血が流れなかった革命です。
オランダから来た新しい国王はですね、議会の要求を受け入れます。それして何かを制定する。で、これが何かっていうと、これもですね、俺らの時と言い方がちょっと違うんですけど、あの教科書に合わせていくからね、権利章典というのを制定しました。で、俺らの頃はここにひらがなののが入ったんです。権利の章典ってね。で、これもあの問題集とか参考書によってはね、権利の章典になってるとこもあるので、ちょっと一概には言えないんですが、一応教科書に合わせてやらせてください、権利章典ね。で、この権利章典はロックっていうある人物がいたんですね。これ思想家なんですけど、その人が唱えていた、まあ大事にね、これが大事ですよって言ってたホニャララ説、そしてホニャララ権っていうのに基づいたものでした。で、これね、超大事です。ロックが唱えてた説が、これちょっと長いんですけど、社会契約説と言います。社会契約説ね。で、何権か、これ権利だね。これは抵抗権に基づいたものでした、この権利章典はね。で、動画の最初にも言いましたけど、このロック、そしてね、あと2人いるんですよ、モンテスキューとルソーって、この3人がね。で、この3人は啓蒙思想家といって有名な思想家なんです。で、ここの教科書、このね、勉強するところで出てくるんです、一応さらっと。で、これはですね、あの学校の先生にもよるんですけど、そのロックとか、まあ、3人の人物を詳しく取り上げる先生と、さらっと流す先生に分かれます。なので、ちょっと動画の中に入れずにこうリンクを貼る感じで行ったので、ぜひ、まあどうせね、中3になった時に詳しく勉強はするので、もしよかったらここ中3の動画に飛びますけど、あのテスト範囲には入ってるからね、今回の。なので、そのロック、ルソー、モンテスキューのね、3人の人物のそのための動画がここから飛べますので、もしよかったらそっちの方ね、見てみてください。で、ちょっと戻ると4番、同じ答えなんでね、ちょっと待ってね。名誉革命によって王政のもと、まあ、つまり王の政治ね、王様の政治のもとに議会政治が確立しました。だから今まで王様と議会っていうのが戦ってたんだけど、新しい国王が来た時に、国王と議会がこう話し合ってちゃんと仲良くやっていく感じに変わったんです。だから国王がいる、その下に議会がちゃんといるっていう関係が確立されました。で、その時によく言われた原則が、国王は君臨すれども統治せず。これはですね、国王がこう君臨いたとしても統治、自分だけのね、こう政治をするとか、そういうことをすることじゃないんだよっていう、ね、そういうふうに言われてました。で、このように商工業者などの市民層、まあ、市民だね、が中心となった革命のことを、これまあそのまんまっす。ちょっと短かったね。市民革命と言います。こういうのをね。いいかな。まずこれがイギリスで起こった2つのね、ピューリタン革命、そして名誉革命という有名な革命でした。では、今回は社会の歴史、ヨーロッパの革命1、イギリス編をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はですね、ちょっとタイトルに、えって思うかもしれないんですけど、あの、ヨーロッパの革命2、アメリカとフランス編をお送りします。で、なんでえかっていうと、アメリカ、ヨーロッパじゃないからね。なんすけど、あの、アメリカの内容がね、そんなにないんですよ。で、まあ、フランスのね、革命と一緒に、アメリカで起こったこともね、一緒に入れてしまいますので、まあ、その辺はちょっとお許しいただいて、もしよかったら、そっちの方もね、見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。